こんにちは。すみません、今日ですね、農業の話をすると言いながら、こんなスーツの格好でですね、全くもって、話の内容と分かってないんですけど、ちょっと今日のこの後、午後また東京に出て、他の会議とか出ますので、登録しておりますが、今日タイトルで、モリアルの活動という形で、農業関係をですね、今日は話をしたいと思っております。今日はですね、ここでの立場は一般社団法人モリア循環型農食品協議会という会の代表理事をしています、伊藤と申します。今日ですね、1時間半、12時まで聞いておりますので、最後10分15分ぐらいですね、質疑応答で聞いておりますので、11時45分ぐらいを目安にですね、話をさせてもらえればと思います。最初に、自己紹介させてもらおうと思うんですが、ちょっと実は私いろいろな経歴があってですね、もともとの大学の卒業は一番上に、書いてあるんですが、実は東京理科大学の理工学の土木を専攻します。なので、当時は一応コンクリート練ったりとかですね、測量したりとか、まあ、そういったことを、行ってきたんですが、なので元々は土木ですよと、当時一応建設現場にも、研修で行ってましたし、ヘルメットかぶって安全第一ですね、朝活動も行ってました。その後、ちょっと千葉大学を置いといて、そしたら宇宙技術開発っていう会社に入りまして、今も変わっておりませんので、一応私は普段平日は、まあ、サラリーマンですね、一サラリーマンとして仕事をしていると、宇宙技術開発ってところで宇宙の仕事をしています。なぜ宇宙の仕事をしながらこういう農業の活動をしているのかって話になってくるんですが、宇宙もいろいろあってですね、宇宙から地球を見る、人工衛星を使ってですね、地球を見るリモートセンシングっていうものとかですね、あと衛星通信とか、あと皆さんがよく一番大事深い GPS とかですね、で衛星測位って形で、あれも実は衛星使ってると。で私は一応宇宙の会社でそういうことをやってるんですが、宇宙から地球を見ることを専門にしてまして、技術的なリモートセンシングと、ここにも書いてありますが、この分野の専門としてます。で一応そういったリモートセンシング分野の研究を過去をずっと行ってきてまして、宇宙からですね、地球を見る農業、こういったことを過去、十数年間やってきてます。なので一応農業分野に行くと、私農業の専門家になってまして、なぜか農水省の委員やったりとかもしてるんですが、で一応いろんな場面で使う気してますが、一応なんちゃって農業専門ですね。あとその下も防災の学術連携って書いてあるんです。これもまたなんちゃって防災なんですが、宇宙から見た防災とか国土管理とかをやってますので、一応そっちの方のいろんな政策にも関わらせてもらってまして、そういったような防災の一応専門家のふりをして言って怒られるかもしれないですが、一応防災の専門家でもあるとですね。で一応そのようないろんな活動をしながらですね、日本の宇宙の業界どうあるべきかとか、将来日本の農業どうあるべきかと議論してますので、いろんな業界団体とかですね、最近はドローンの業界も立ち上げまして、一応ドローンという言葉が普及する前からですね、日本にドローンの業界を作ろうと、5年ぐらい前からですね、ドローンの業界団体を立ち上げまして、これは私今300社ぐらい集めてるんですが、そちらの方の事務局担当理事を務めております。私が会長やるような任務ではございませんので、会長はちゃんと大学先生のバッチですね、会長になりますが、私は裏方が好きなので、普段は裏方で大体いるんですが、そのような新しい業界を作ったりとか、新しい分野を開拓すると、そのようなことを専門にしています。そういった中で、実はどちらかというと普段は東京の方で活動していることが多いんですが、あまり地元に貢献してないですね。一応地元ではちょっと下に一番下書いてありますが、森橋国際交流協会にも所属しておりまして、そちらの活動もですね、こっそりというわけではないんですが、長年活動してきてましたし、他の団体も地元ではやってきておりますが、普段は東京で活動をしております。で、さあ私守谷に越してきたのはですね、今43歳なんですが、11歳小学5年生の時ですので、約30年ぐらい経過してるかなと思うんですが、なので守谷の中で行くと多分新住民に相当するのかなと思います。で当時私引っ越した頃っていうのは人口がおそらく2万人ちょっと超えたぐらいの頃で、今は6万6千人ですから、約守谷の人口っていうのは今1割5分ぐらいが本来の守谷のいた住民で、
8割から9割が実は新住民であると、その中に私も実は入っています。でこういった私がなぜ地元でこういった活動を始めようとしたのかちょっとご説明した方がですね非常に今違和感があるので説明しますと、私は家内がですね守谷の方なんですね。守谷出身の方で椎名さんっていうんですが、乃木崎の方で多くある名字かと思うんですが、椎名さんという女性と結婚しまして、そしたらかみさんの弟がいるんですが、かみさんの弟がですね脱サラして農業を 4,5 年前に始めちゃったんですね。皆さんスーパーとか行くとオーガニックファームガキ山っていう野菜を頼みるかもしれませんが、かすみとかですね、いくつかの卸は卸してますが、オーガニックファームガキ山っていうのがかみさんの弟の農家としての名前となってます。もしスーパーで呼び抜きしましたら買ってもらえればと思いますがぜひともご雰囲気お願いします。私かみさんの弟がですね気づいたら牛乳農業を始めたりとかですね、当時私がたまたま小屋小学校の PTA 会長をしたんですが、その時の副会長の西辻さんって方がいらっしゃるんですが、彼も急に脱サラして農業を始めたとかですね、たまたま周囲で30代40代の方がですね農業を始めた方が出てるんだろう、あとそのたまたま30代40代を見ている将来この守谷を背負っていくような人材がですね何人か出始めたなと、そんな雰囲気を感じましたので、こういった機運をうまく高めていってですね、守谷の活動につなげていかなくちゃいけないだろうと、そう思っちゃったんですね。で、さっき言った守谷ってもともと私引っ越した頃ですね、人気温泉が走ってると、牛舎がたくさんまだあってですね、今、ほとんど人気温泉の牛舎はないと思うんですが、昔は杉の屋だったりとかですね、ミルク工房だったりとか、あの辺りで牛舎いっぱいあったんですね。私も30年前引っ越してきた時に、なぜ走ってるとですね、急に牛の糞の匂いがブザブザしてですね、これは大変なところに引っ越しちゃったなとびっくりしちゃったんですが、今日本の周りもだいぶ開発されまして、あなたは牛舎はほとんどないんですが、今大屋島開拓農業組合と言われている、利根川と鬼怒川の合流地点、この辺りに、ね、牛舎が集中しておりますが、あなたは牛舎がございますが、もともと守谷って実は農業を中心としたいわゆる産業だったよねと、そんなイメージだったんですね。まあ、私もそれをだいぶ変えてしまった一因にあるかもしれないですが、まあ、新住民が8割9割入っていまして、そういった形で、一面守谷ってここから見るとですね、洗練された、まあ、認知度一ですかブランド力も一位とかになっておりますが、ではあるものの、実はもともと農業の、ベースって農業ではないと、まあ、そういった思いもあったんですね。中でちょっと何かしら地元に貢献できないかなと思いまして、このような会を立ち上げたというのがもともとのきっかけでございます。あともう一つだけちょっとご紹介したいんですが、下から2番目のところに、つなぐ茨城っていう、これは茨城県人会の若手版というのがございます。よく県人会ってどこの県もあるんですが、県人会と、知事とかですね、各市町村の市長とか、あと茨城県出身の業界団体代表とかいろんな方が来られてるんですが、平均年齢70歳ぐらいで非常になかなか一般の方は入りにくいそんな雰囲気なんですが、そうじゃなくてもっとこれからその若い世代がですね、保健運だったりとか地方を変えていくんだと、そういった気概を持ってまして、気概を持っている若手がいまして、結構今、ね、何百人と今若手が集まってきます。その若手で構成しているのがつなぐ茨城っていう若手の県人会なんですが、こちらの方も多少サポートさせていただいておりまして、この辺りも将来多分茨城県を背負っていく人材がこのメンバーにいます。その辺りもですね、少しでもサポートしていきたいと思ってまして、こういう不確定な観点での活動を最近させていただいているところでございます。で、今日の守谷郡って何なのって話になるんですが、名前がですね、守谷循環型農食研協議会の略称となっています。今一般社団法人化しておりまして、正式には一般社団法人が頭につくんですが、そのような会となっています。こちらの方はですね、目的としましては守谷の地産品に着目をしまして、農作物、食品、健康を有機的につなげることで地域資源の有効活用と持続的な地域活性化の好循環を狙うと、ちょっと難しく書いてあるんですが、一つはやっぱ農業を中心とした産業を作っていこうよと、それの次のステップで言った食品だよねと、最近6次産業と言われてますが、6次産業化のこの流れとしては農作物を食品につなげていくと、
まさに農家さんとかも農作物だけではそこからさらに加工物作ることによってより収益を上げることもできますし、まあ、そのような連携をいかに地域で作っていくかと、まあ、これがおそらく重要だと思っています。でさらに健康っていうのを実は置いてるんですが、ここは多分ここ最近新しい流れかなと思っています。結局人間の健康を左右している大きな要素としてはやっぱり食べ物ですよね。皆さんの口に入ってくるものって結局食べ物しかないわけですから、食べ物かと空気かと、どっちかによって皆さんの健康状態を実際されると、もちろん生活スタイルで何時起きるとかですね、睡眠時間もこれも重要ですが、皆さんのまず健康、体を作っている全ての細胞はこの食品から皆さんの体を成り立っているわけですから、この食品と健康をいかにつなげるかと、これも非常に重要な課題かなと思っています。私も実はこっちも多少最近専門してたんですが、例えばですね、今そうですね、まあ、最近ここ10年ぐらいで、特報と書いていろんな食品とかも出てきてますし、例えばこういうヨーグルトをこの食品を食べるとこういう効果がありますよとか、そういった食品も出会い始めてきておりますけども、10年ぐらい前からね、食品と健康の関係がだいぶ言われておりますが、そういった中で、よくタブレットがたくさん今売ってますが、本来タブレットとかで健康を保つんではなくてですね、できれば薬とかタブレットに頼るんじゃなく、食べ物、普段ある食べ物で本来栄養素をですねちゃんと取って、例えば本来人間って健康であるべきだと思うんですね。そういった流れを本来あるべき生活スタイル、こういったものをやはり一つ取り戻すべきじゃないかなと、こういったことも考えておりまして、食品と健康の話もですね一つのキーワードになります。このあたりもここだけで話をしだすと時間かかっちゃうので、今日簡単にそういった意味合いです。でこういった会を行っていく上で、全く資金がないと、まあ、活動が緩やかになってしまいますので、下のところに書いてあるんですが、一つは農水省のですね、交付金を申請しまして通ってます。平成27年度、都市農村調整在留交付金という事業なんですが、これに手を挙げまして通ってます。で最初の頃はですね、この交付金もらって活動したんですが、最初市役所とも話をしたんですが、なかなか市役所を振り向いてくれなくてですね、今日市役所の時間来たといないですね。でいろいろと3年間、1年間実績を出す中で、市役所の方もですね、だいぶ認めていただきまして、じゃあその市役所と連携してやろうよと、そういったことから29年の3月からですね、地方創生推進交付金に手を挙げまして採択をされています。地方創生事業って皆さんご存知かと思いますが、安倍政権の、なんか一つの大きな、重要なテーマかと思いますが、地方創生ですね。今森の中では地方創生で3つ取り組まれています。一つは水木野の若手、水木野ですね、この若者 をつなぐ活性化、2つ目が、女性ですね、女性のママプロと言われているプロジェクトですが、女性が、輝く町を作っていくことが2つ目で、3つ目が我々の農業を中心とした地域活性化と、この3本目に我々の方は採択されていまして、でこの、地方創生推進交付金として活動を、行っております。でそもそもこういった活動を行う上で、どういった課題が地域にあったのかと、ちょっとそこは私なりのイメージ認識なんですが、まあ、さっき最初言ったようにですね、本来はこの地域というのは農業を中心とした地域があるはずですし、そうであった状況かと思うんですが、実は、地元の住民といいますかですね、いわゆるどっちかというと新住民なんですが、地域の特徴とか特産品を実は知らないんじゃないかと。また都市域、まあ、東京の方ですね、ここには農業生産物が知られていないんじゃないかなと、そう思ったんですね。例えば、地元のこの守谷は実は酪農地域であるというのを皆さん認識ございますでしょうか。守谷のですね、農業生産の指示を見ますと、ここに右下に書いてあるんですが、この円グラフがありますが、分かりたいと思いますけども、この中で、赤色のところ、ピンク色のところがですね、乳用牛って書いてありまして、いわゆる、牛乳、ヨーグルト、あと肉とか言われているものの生産高です。で右上のこちらの方の、ぐるっところが野菜と書いてありますが、
一番はやはり野菜ではあるんですが、一番目にこのピンク色の比重が大きいと、これは守谷の特徴なんですね。他の市町村だとまずこのピンクってほとんどないわけです。それでいくとこのほとんど、お米と、野菜ですね、野菜で占められる、これがほとんどの地域なんですが、守谷はこの乳幼牛が非常に占める割合が大きい、これが一つ大きな特徴なんですが、意外と皆さん知ってましたね知らないかなと思うんですが、実はここが実は農業の中でも主要産業になっているというのが守谷の特徴です。これはぜひとも今日一つ覚えていただきたいなと。でこの支えている一つの、組合、もちろんいくつか農業組合あります。一つとしまして、大屋島開拓農業協同組合というのがあります。これが、今のですね、今でいきますと、そうですね、かなり昔は広い範囲で、さっきの関根川とかミルク工房あたりからですね、あと、鬼怒川あたりまで結構広い範囲で、活動したんですが、大屋島開拓農業協同組合というのはもともとは戦時中に満州に行っていた方が、自分の出身の国、まあ、地元に帰れなくてですね、で守谷の方で引き受けたと、そのような歴史でございます。この大屋島開拓農業協同組合の方はほとんどが山形県の地筋の方です。山形、当時戦時中に山形の次男坊三男坊が、まあ、満州を作る時にですね、反強制的に招集されてですね、新しい国を作るんだと、そういう形で全国からですね、満州国を作るために呼ばれたわけですが、戦後終わってからですね、次男坊三男坊って結局地元に帰っても仕事がないわけですね。特に農家さんですと長男が家を継ぎ継ぐと、次男三男は家を継げませんので仕事がない、そういった方々が、じゃあ新しい土地を開発してですね、やっていかないといけない、そういった中で茨城県の守谷が実は当時引き受けたと、というのがこの大屋島開拓農業協同組合の歴史でございます。で彼は新しい、当時行くと守谷の中でも新住民ですから、もともといた住民に対してそういったある団体が来るわけですから、いいとこ住めないわけですね。で彼らの主な場所っていうのが利根川と鬼怒川の合流地点が大きな、広い範囲だったんですが、ここって雨が降るとですね、いつも氾濫して水に浸かってしまうんですね。だからで非常に状況悪いところ、まあ、後から来た方ですので、いわゆる農地としては不適切な場所だったとか、あんまり住むには適していないところに彼らは新しく開拓民としてきて、満州の次ですね、この守谷を未来の開拓地として彼らは来たと、というのが彼らの歴史でございます。彼らがこのピンクのところの主要産業を担っている方々なんですね。これは多分あまり守谷で知られていないですが、重要な守谷の歴史ではあるんじゃないかなと思います。まずこれはまず知られていないのが一つと、そういった中で、あと地元の生産物を買う場所が意外とないんじゃないかなと。例えば大きな直売所があるような町であればですね、地元の産物ものあるよねとか、そういう認識になるかと思うんですが、実は守谷はあんまり大きな直売所がないので、地元の農産物ってあんまり知られてないよね。であと、有給農地耕作放棄地が守谷ももちろん増えてます。でこういったところもですね、こういった課題があるよねと、でこういった課題をいかに解決しようかというのが我々立ち上げた時の認識でございます。一つ目の課題に関しましては、まず地域ブランディングをやっていかないといけないと。まず皆さんに知ってもらうこと、ある意味で広報活動を行ったりとかですね、あとこの後ご紹介しますが、グリーンツーリズム、イベントを行ってですね、皆さんにこういう地域を知っていただく。二つ目の課題に関しましては、徹底的に朝市をやろうと。皆さんに買ってもらう場を作りましょう。本当は大きな直売所を作りたいんですが、そこまでお金ございませんなのでお金かけずに皆さんに知ってもらう場所として朝市を徹底的にやろうと。そして3つ目、この有給農地耕作放棄地に関しましては、まだ途中でございますが、農業生産者との連携をいかに図っていくかと、新しい社会システムを作っていきたい、提案していきたいと思っています。私以前から農水省の話をしているんですが、人、物、土地、知識、ノウハウですね、連携いかに行うかと。結局土地に大体農家さんがいて、農家さんにノウハウがあるので、新しい方が農業ってなかなか入りにくい産業かと思うんですね。でかつ農業だと思うとたくさんの農機具が必要だと。いきなり何百万っていう器具買えますかっていうと買えないと。なってくるとなかなか農業ってやっぱり参入しづらい産業なんですね。それを打開するためには人、物、土地、知識というのをいかに連携していって支
シェアリングするかとか、そういったようですね、社会システムを作らないと、正直日本の農業というのは難しい。そういったこともですね、一つの一石を投じられればなと思っておりまして、このような活動も視野に入れております。で、さっきのまずそういったことを行ってくれて、まず守谷市内でのいろんなイベントが必要だねと。一つは朝市やったりとかですね、あとは体験農園やったりとか、あとはグリーンツリズム、こういったことをまずこれながら市内の方に知ってもらいたい、というのは一つの活動でございます。また都心での我々の PR が必要だろうと思ってまして、守谷と東京秋葉原でまで、電車で32分ですね、非常に近いです。私も東京まで毎日通っておりますが、もう都心から守谷って非常に近い距離ですので、なので守谷、まあ、もちろん地元でも知られてないんですが、東京行くともっと守谷は知られてないと。で、ああいうランキングで上位に上がってくるものの、守谷ってどういう地域なのと、皆さんなかなかイメージがないんじゃないかなと。まず守谷のことはやっぱ知ってもらおうよと思いまして、こちらの方にもいろいろとですね、グリーンツリズムがあったりとか、都心でのイベントとかですね、このようなこともですねやっていこうと形で行ってます。あとはですね、あなたも一つ出ますが、いろんな市町村のアンテナショップとか行くと、いろんな、例えば食べ物とかお土産とかたくさん売ってますよね。守谷って皆さんどこかにお土産持っていこうとか言った時に何か思い浮かびます？ないですね。今何人かこういうのだったと思うんですが、で皆さん例えば、ね、田舎とかどっかに守谷のお土産持っていこうと思った時に、これってないんですよね。実は例えば鳥で行くと漬物があったりとかですね、日本酒があるので、まあ、これを持って帰っていけば鳥で行って漬物おいしいんだねとか、日本酒酒造さんあるんだねってなるんですが、守谷の方を直感持っていこうと思うとほとんどない。そういったものもいろいろ開発しないといけないなと、まあ、そういうなんかアイテムがないとですね、やっぱり皆さんに知ってもらえないんですね。そういったことを含めながらですね、商品開発もやっていこうと、このようなことも考えているところでございます。じゃあ我々メンバー、どういったメンバーがいるのと話になっているんですが、今最新の情報がこういうのリストになっているんですが、上からちょっと順番に行きたいと思いますが、オーガニックファーム秋山、これ神さんの弟です、すいません。神さんの弟ですね。で次、アグリフルカキド、もう地元の農家さんですね。この2つの農家さんは有機栽培方法で作っておりまして、地元のスーパーとかにも出してます。次、株式会社新栄ファーム、株式会社化した農業生産法人でございますが、これ今東京の農業関係の先端的な会社とも連携してまして、新しい有機栽培方法を守谷で実証実験します。あまり知られてないんですが、そのうち注目されると思いますし、注目させたいと思っています。次に大屋島開拓農業協同組合さん、これさっき言って酪農を中心とした酪農肉品を中心とした、組合さんです。あと、そういったものの加工関係でいきますと、まずお菓子のお店メープルさんですね。お菓子のお店でこういった食材を使ってもらう、例えばヨーグルトを使ってもらうとかですね、野菜を使ってもらう、まあ、地元のやっぱり食べ物屋さんが使っておらないと盛り上がらないですので、メープルさん、有限会社の藤井商店さん、こちらの方ですね、大屋島開拓農業組合さんの日立牛をも使ってですね、藤井商店さんの方で、精肉屋さんとしてお店やっておりますが、あんまり地元で知られていない可能性もあるんですが、実は業界では非常に有名なお店でございまして、ふるさと納税とかでランキング見ると上位に入っています。実は全国的にも見ていくとですね、実は、この実証店さん非常にお肉も有名ですし、通われている方は気づくと思うんですが、千葉県とか埼玉からもお客さん来ています。大体商圏が半径車で1時間ぐらいから 1.5 時間ぐらいは、だいたい皆さん、守谷までわざわざ肉を買いに来ます。千葉から埼玉から、意外と地元の人だけ知らないってないので、ほとんど候補活動してないんですね。なので、まあ、意外と地元も知らない方いらっしゃると思うんですが、実は業界では有名なお店でございまして、この守谷島開拓の旅行組さんの中にはですね、今年牛のオリンピックあったらご存知ですかね。ランキングを2年に1回やるんですかね、あれやると思うんですが、全国の、有名ブランド牛が集まってランキングって言いますか、牛に対して品評会をやるんですが、
上位30頭の中に2頭入ってます。この大屋島開拓農業組合の日立牛佐藤さんという農家ですが、2頭が入ってるんですね。実はそんな牛が実はこの地域から誕生してるけど、知ってますかほとんどニュースにならないと思うんですが、あと農林水産大臣賞も取られてますね。実はそんな実は有名な農家さんがこの地域にいらっしゃるんですが、そこで放牧してます。実際この守谷の土地で放牧してるんですが、知られてないかなと思いますが、そのお肉は大屋島で、それを精肉店として出しているのが藤井商店さんですね。で次に飲食店としまして、桜の高見バーチさん、ここも地元農家さんと直接契約をしまして、いろんな農家さんの食材を使ってます。あとデニューの木、最近オープンしたんですが、ご存知ですかね、1年ぐらい前ですね、小平寺っていうお寿司屋さんだったんですが、今そこが今デネルの木っていう新しいお店に変わっています。今こちらも地元農家さんと契約をして毎日ランチを提供したりとかですね、あとこの後ご紹介しますが、守谷の日立焼きそばを使ったガレットとか、ヨーグルトを使ったスムージーとかを提供しています。あとそば茶屋喫水さん、こちらは地元のそば屋さんでございますが、今地元の日立焼きそばを使っているお店はあんまりないんですが、このそば茶喫水さんは最近一部使い出してくれておりまして、今我々などといろいろ協力関係あります。あと守谷市商工会、これは地域をつなげていただくための、ネットワークですね。あとは、こういった野菜をですね販売する場所として、自然素材に羊や、ここではオーガニックファーム崖山とかですね、アグリフル柿戸の野菜も販売しています。あと駅前にあるアンテナショップ、有限会社守谷スタイルさん、皆さん駅前の階段を置いたところ左側にあるとご存知かと思いますが、あそこではヨーグルトとかですね、地元の農家さんの野菜を売ってますね。あと守谷フレンドパークさんっていう地域活性化を行っている、若手のグループがあるんですが入っています。あと私が実はこの中で一番困るんですが農業もやってないし、加工もやってないし、レストランもやってないので、この中で一番私が不釣り合いなんだけど、たまたま発起人なので入って発起人なので代表をしてますが、この中ではいつも困っていてですね、一応元小学校の PT 会社なので、まあ、小学校とかへの、そういう普及活動っていう意味合いで一応今そういう役割と立ち位置してますが、今日私が実は一番農業から遠いところにいます。で実際どういう活動を行っているのって話になるんですが、一つはグリーンツーリズムを行っています。これはグリーンツーリズム、今はですねバスを使って大体回るのが多いんですが、例えば農業体験する、それを出すレストランで食事をする、それを買うとかですね、場合によっては何かを作る体験するとか、そのようなですねグリーンツーリズムを行っています。これを行うことによって地域資産のですね発見とか、発掘があって、これは非常に島がですね非常に経験になっているなと思っています。あとですねガイドマップを作っております。皆さんこれご存知ですかね、なんか持ってなかったりしますか。今日はあんまり内容ないので持ってきていないんですが、守谷グルメガイド、今日配ってないです、配ってないです、大根あんまないので今日配っていないんですが、グルメガイドというのも作っています。これはですね今、スイーツの町、そばの町を PR と書いてありますが、地域のこの資源を発掘をしている過程の中で、守谷の顔って何なんだろうと、例えば筑波で行くとパンの町とかですねラーメンの町って言ってですね、皆さんご存知ですかね、ラーメンフェスタってそこまでやってますよね。で守谷ってじゃあ何の町って言うときに、まあ、住みよさランキングで上位はまあそうだねと、それだと思うんですが、じゃあその守谷のその顔って言いますか、さっき言ったようなつまりラーメンの町、パンの町に相当するとするならば、何だろうと、いろいろ調査するとですね、まず守谷にですね、お蕎麦屋さんが20軒以上あるんですよ。6万6000人の町に、20軒以上あるっておかしいですよ。よくお蕎麦屋さんね持ってるなと思うんですが、多分松戸とかの30万とかでもお蕎麦屋さん40軒ぐらいしかないと思うんですよ。6万6千とか20軒以上ってちょっとおかしいですが、お蕎麦屋さん一軒一軒回るとよくわかるんですが、非常にこだわりのあるお蕎麦屋さんが多いんですね。でほとんど PR してない、でもお客さん来る。実はお客さんの半分以上は守谷市外から来てます。守谷市外の人が守谷の王将蕎麦さんをネットであったりとか口コミで知ってるんですね。でわざわざ守谷に来てます。茨城県の蕎麦処のいろんなグルメガイド、蕎
川さんのグルメガイドみたいな本を売ってるんですが、それもフォリアが一番多いです、お店の数。実は知る人ぞ知るフォリアはお蕎麦さんの有名お蕎麦さんが集まってる実は町なんですね。それに気づきまして、で私は買って蕎麦の町を言って言い出してるんですねであとそれプラスですね、遊休農地とか放棄地に対して、まあ、だいぶお蕎麦を作ってます。モリアはですね、今日立焼きそばっていうブランドの、お蕎麦を作ってますが、日立焼きそばっていうのも非常にお蕎麦業界の中では、最高峰に相当する蕎麦のブランドです。これをモリアで作ってます。でモリアはさらに土地が非常にいいところで作ってるんで、だから非常に香り高い蕎麦を作ってるんですが、なので実はモリアは日立焼きそばも作ってる、蕎麦の有名店も揃ってると。で実は工場券が揃ったので、これたまたま発見できたのが大きいなと思ってるんですが、お蕎麦は今30ヘクタール弱ぐらい作ってるはずです。あともう一つはスイーツの街ですね。スイーツの街に関しましても、実はスイーツのお店が非常に多いということを気づきまして、これもやはり調べてると20件ぐらいあります。で、有名店もたくさんございますよね。サンタムールさん、もちろんメープルさんもそうですし、あと青井さんとかですね、小さなお店も含めると20軒以上ある。でこれも一軒一軒回っていくと、ほとんど候補してないけど知りそうと知るお店がやっぱあってですね、こんなとこにお店があってお客さん来るのってとこにあったりするんですが、来るんですね本当に それもグルメガイドマップとかに連携させますので、一軒一軒回っていただけるとびっくりするんですが、週末皆さんですね、こういったおそば巡り、あとはスイーツ巡りをですね、ぜひとも行っていただければと思っています。でスイーツのはあと食材がちゃんとこれも揃ってます。ヨーグルト、スイーツの上昇材としてヨーグルトもありますし、あとは後で紹介しますがサンモリアのイチゴですね、イチゴ農園もあると。中でそばもスイーツも素材もありますし、店舗が揃っていると、入り口と出口が揃っている、これをうまく活かしながらですね、こういう地域の活性化につなげていきたい、このように思っています。あとは、このグリーンツリーをやっていく上では、交通インフラとの連携をやっていこうと思ってまして、例えば道路公団さん、まあ、ネクスコって言ってますが、さんだったりとか、つくべくスペース、こういったところの連携もですね、行っております。あとは企業との連携、今、会社とかでも、福利厚生とかで、会社の中で社員向けですね、ツアーをやったりとか、そのようなサービスもありますので、今、企業との連携も行っています。グリーンツリーのこの次の展開ですね、今どういうことをやろうとしているのかやっているのか話をしますと、さらに徹底的な地域資源のアクセスと連携していこうと。最近に行きますと山古味噌さんと連携をしたりとかですね、アーカス、これは全く農業とは関係はないんですが、あそこの、旧大井沢小学校ですか、ここで行っている芸術とかの活動、これは農業とは違う地域の資産かなと思っています。あとは日立焼きそばの収穫、おそばの収穫を体験できるところはちょっとないと思うんですね。いろんな体験やっておりますが、このおそばの収穫ってなかなか珍しいんじゃないかなと思っています。あと今行って、昨年度から始めてるんですが、千代田区との連携を徹底的にしようと思っています。で千代田区、なぜ千代田区なのかって話なんですが、秋葉原が千代田区なんですね。秋葉原なので、秋葉原に、の支店のある、区と連携をして、千代田区の住民に極力来てもらう、千代田区にある企業に極力盛り上げてもらうと、このような連携も始めています。今年も千代田区の広報誌に、守谷行きのグリーンツリズムが紹介されて、ちゃんと募集かけています。これも千代田区公認です。あとはまだこれ実現していないんですが、浅草がこの沿線にありますので、浅草がある、江東区の連携をどうやってやるかと、これもちょっといろいろ、これはまだこれからの取材なんですが、考えているところです。さっき言った企業との連携を、ね、さらに徹底的にやっていきたいと、まあ、このような形で考えているところでございます。ちなみに、一つ宣伝させてもらうとですね、次のイベント、グリーンツリズム、今年まだもう一件あります、皆さん。2月25日に、守谷冬の食体験いちご狩りバスツアーを行います。まだこれから募集を切るので、多分来週頭ぐらいに我々の Facebook とかで候補始めますが、皆さん、ですね、誰よりも早い新鮮な情報でございます。ポイント1、完熟
タイミングと低農園徹底にこだわった紅ほっぺいちご狩り体験40分。普通いちご狩りって20分とかですね、なくても30分ですよ。40分もうゆっくりいちごを食べてください。ポイント2、朝取りで新鮮地元野菜たっぷり使ったイタリアトスカナ料理のごちそうランチ、これがですね、坂田ビバーチですね。この右の写真ありますが、ここから見える景色は絶景ですね。この見えるこの辺りが大屋島開拓農業組合さんが活動している地域なんですが、この朝取りの新鮮な野菜を使ったランチをご提供します。あとは東京から一番近い酪農地域大屋島をご紹介します。実際に酪農のですね、牛舎であったりとかですね、あとミルク工房というヨーグルトを作っている工場、こういうところもご紹介しますので、2月25日ぜひとも申し込みいただきたいと思いますが、もう少しでネットで公開始めます。もし今日ちょっとそういうなかなかネット使いづらくてですね、申し込みづらいよとかいう方はですね、直接私に名前と携帯電話を教えていただければ後ほどご案内いたしますので、ご連絡しますので、ぜひともご検討いただければと思います。かなり格安だと思うんですが、普通の旅行業者でこういうツアーに行くと8000円ぐらいつきます。我々の方では大人で5000円切りますのでぜひとも検討いただければと思いますので、はい、で次に、グリーンツールの次の展開としまして、我々実は、徹底的にその守谷の方、また遠征の方にしてもらうためですね、PX の中づりを打ちたいと打ってます。で私サラリーマンですので、普段 TX で使って東京に行ってるんですが、ほとんどあれですよね、雑誌の広告とか、あとはマンションの広告とかですね、地域の広告ってほとんどこの辺に近辺とマンションばっかりなんですよ。でたまに違うのがあるなと思ったら、筑波とか石岡とかの農業体験とか筑波山観光とかあって、守谷ほとんどないんですね。守谷のものがあったなと思ったらマンションの大体広告守谷って何だろうと思ってですね、もうでなんでやっぱり演出の方にしてもらおうと、で中づりを打っていこうと思ってまして、この間新総祭りというの方でやったんですが、これも中づりを打ちました。これこういった中づりを TX で打ったんですが、で今度今、来週2日後ぐらいから TX で中づりに入りますが、ここですね、この中づりが TX に入ります。で形で徹底的に守谷をそばの町、スイーツの町を知ってもらうと、こういったことを行っています。あとイメージ映像をですね、今作っておりまして、今年は店舗とか人を中心としたイメージを作ってまして、近いうちにですね、朝一でイベントを行いましてご紹介したいと思っています。で来年再来年にはですね、映像の方ではスイーツの町、そばの町編とどんどんいくつかの映像を作っていってですね、守谷の、顔を皆さんに知ってもらうと、このような活動を行っていきたいと思っています。2つ目の活動でございますが、直販販促事業と言っていますが、朝市を徹底的にやろうと、で徹底的に毎週末日曜日は朝市が、市内のどこかで行われていると、もうこういう活動をやろうと、第1日曜日駅前で行っています。ふるさと市守谷朝市、第2日曜日、桜坂ビバーチで行われる桜坂メルカート、第3日曜日はふるさと水木の朝市、これは水木の町内会と連携して行っている朝市でございます。第3日曜日の水木のはですね、皆さん水木の方いらっしゃいますか？一人だけですか多分私も実家水木なんです。水木の1丁目ですうちの親父は水木の1丁目に住んでおりますが、多分平均年齢60代後半ぐらいですかね30年ぐらい前に、できている住宅団地ですので、当時越してこられた方が30代、40代で、今おそらく60代、70代が中心だと思うんですが、水木のが全体的に高年齢化していると。だから、あそこってスーパーないんですよ。新守谷の方はまだここにスーパーとございますし、真ん中の方はあるんですが、水木のってスーパーは全くない。あってもコンビニはね、1つ2つあるぐらいで、実はまだ車を運転できる方はいいんですが、車を運転できなくなると買い物難民になってしまうんですね。私の親父ももう車を運転できません。なので私が毎週末、私の弟が毎週末必ずスーパーに連れていくんですが、非常に不便な状況になっています。そういった中に少しでも朝市をですね、場を作りまして貢献できればと思ってまして、第3日曜日、日常で朝市をやっています。
そして第4日曜日、これまだ、途中なんですが、駅の東口側に 1.2 ヘクタールの大きな広場があるんですが、まだ2階の地となっています。駅から歩いて3分ぐらいのところに 1.2 ヘクタールの大きな空き地があることですかね。セブンイレブンの前あたりですが、長瀬院という病院と駅の間ぐらいの広い空き地があるんですが、あそこで今、第4日曜日、年にまだ2回なんですが、年に2回、4月と、10月から、行っております。で今、あそこがですね、1、2年後に開発は今進んでいこうとしますので、その後、あそこは半分公園みたいな形で、形に残っていきますので、そこをうまく利用した新しい今度価値を提供する朝市を作りたいと思っています。まあ、実は第1日曜日は、駅前のにぎわいを作るための朝市、第2日曜日は高坂リバーチュっていう特化したもうほとんどこれ観光地ですね、観光地的な形に持っていく朝市、第3は地域の課題を解決するための朝市、第4日曜日は新しい価値を提供する朝市、4つの全く違う視点の朝市を地域にご提供したいと、このような形の朝市をやっていきたいと考えています。そして、今この駅前の朝市なんですが、年間スケジュールを一応組んでまして、まだこれ年によって多少変わるかもしれないですが、1月はこの間新春イベントをしまして餅つきをしました。で、2月がスイーツを知ってもらったためのスイーツ祭り、3月が酪農祭り、4月がですね、これ他の団体と、コラボなんですが、守谷和太鼓フェスタとの連携、5月は子ども祭り、6月が守谷 M1 グランプリ、これはスイーツのグランプリですね。7月は体験、いわゆる子ども向けの体験ワークショップを中心としたイベント、8月、これも子ども向けなんですが、遊び場と連携したコラボイベント、で9月が肉フェス、10月が、商工祭りとかぶってますので、商工祭りという形ですが、11月が収穫祭、12月が新そば祭りという形で、駅前の朝市に関しましては地域のいろんな特徴を少しずつ出しながら、企画を少しずつ書いております。でちょっとこの間、新春イベントでやった時朝市に写真撮ってきましたのでちょっとご紹介しますと、これはフリーマーケットですね。今駅前でフリーマーケットとかで今10店舗ぐらいやってます。これはそば茶屋キッスリーさんですね。駅前でおそばが食べれるという贅沢な、空間ですね。これちょっと分かりづらいんですが、これ茨城大学と医療大学のサークルです。これ網の方に茨城大学の農学部のキャンパスがあるんですが、横に医療大学ですね、県立医療大学で、茨城大学と県立医療大学で作っている農業サークルがあるんですが、酪農土って言われている農業系のサークルが来て出展しています。これもですね、学生グループなんですが、茨城コーヒー、写真が今出てますが、この学生団体で、今ですね、フェアトレードのコーヒーを扱っている学生団体です。でこれの中心的な 人物が今守谷に住んでいるので、彼らとも連携しているところですね。でこちら、ですね、犬猫の譲渡会ですね、とも連携しています。あとは地元のお菓子屋さんで大井の木さんとかですね、このようないろんな方々に朝市に協力してもらいながら守谷の顔を知ってもらうと、また学生とかとも建設的にですね、連携していこうと、このような形で進めています。あとは直販の販促事業では東京の方でも出店しておりまして、これ有楽町マルシェ、有楽町の駅前で守谷が出店しました。これも多分都心で守谷のものが売っているところはほとんど見たことないと思うんですが、積極的に都心に出ていこうと。電車で32分で行けるんですが、なぜ東京に出さないのか逆に不思議なんですが、有楽町マルシェ、駅の前で10月と3月に出店します。でこれも今市役所の職員が立っているんです、一緒に、もちろん我々のメンバーも立ってますが、市役所の職員も一緒に立っている、これ画期的です。すみません、私が今日市役所職員いないと全体話しますから守谷市職員はこれまであんまりこういう PR 活動というのはあんまり積極的になかったというイメージがあるんですね。今我々と一緒にもう守谷市職員が東京にガンガン出てきます。これ大きな、一つ大きなきっかけですね。なので市役所も今新しい守谷の顔を一緒に作っていこうと言いましたですね。あとは茨城収穫祭というイベントにも出展します。これも今日2つ目の PR です。
これ東京の神田にあるんですが、全国うまいもの交流サロン波平協であります。波平って何だろうって話なんですが、これサザエさんの波平から取ってきてそうなんですが、ああいう昭和のね、ああいったいい雰囲気のお店を作りたいっていうのがオーナーの思いになりまして、波平とお店を作られてるんですが、この波平とお店は、地域プロモーションを行う飲食店、飲み屋さんなんでね、毎月メニュー変わります。今月は確か陸前高田だったかな、今月1月は陸前高田のプロモーションやってると思うんですが、2月は守谷の食材を使います。ただし守谷の食材だけだとちょっとあんまりなかったので、立場県のいすみ市と、一緒にやるんですが、守谷の食材が使われます。一つは藤井商店さんの日立牛、あとは井部屋さんっていう農家とかですね、が作ってる日立焼きそば、あとそば茶喫水さんが生そばにしまして、それを日立焼きそばとして提供します。あとヨーグルト、ミルク工房とあれで連携してヨーグルトを提供します。あと西筋屋が有機野菜を提供します。サンモリアさんがイチゴを提供します。こういったモリアの食材を使いながらコース料理を作っちゃうんですね。前菜から最後の締めまでモリアで食材だけで食べれる、こんなコースメニューが誕生しちゃってます。これを2月1ヶ月やります。私も頑張って通いますが皆さんぜひともこの1ヶ月間の中でぜひとも一度でいいですから足を運んでいただいて、一人だとちょっと少ないですので、できれば友人、家族、知り合い、昔のですね、仕事仲間とかですね、ちょっと誘ってですね、ぜひとも守谷のことを PR していただきたいです。で、やはり茨城県民って PR ベタだと思うんですが、どんどん PR してほしいですね。なので、守谷ってこういう時期ですよと、こういうことを勉強したので、皆さん知ってくださいと。ぜひともこの1ヶ月間、皆さん足を運んでいただいて、ここで守谷食材を楽しんでいただきたい。また、知り合いの方にご紹介をしていただきたい。このように思っております。また我々こういった直販のですね、地域のものの、食材がいかに地域に根付いていくか形で、いろんなお店にですね、こういう守谷さん応援店っていう、のぼりを提供します。こののぼりを提供している飲食店はですね、必ず守谷の食材を使う、積極的に使っているお店、対してこういうのぼりを提供します。今、こののぼりを提供しているお店はここに書いてある、いくつですかね。17店舗ですかね、17店舗ございます。ここは今積極的に、地元の食材を使っておりますですので、他のお店とこののぼりがあったらお店があったらぜひともこののぼりがあるお店に入っていただきたいと思ってますので、ね、あんまりチェーン店よりもできればこういうところで地元のね、その食材を使って応援してくれているお店に入っていただければと思います。そして、ちょっとこれは違う話なんですが、我々地域の地産品としてヨーグルトはございますが、今度全国ヨーグルトサミットというのが、これ悔しいんですが帯玉であります。茨城県の酪農、特に、乳牛に関しては、帯玉とかですね、あと守谷ともう1カ所ぐらいあるんですが、1、2カ所あるんですが、結構中心的に行っています。中で第1回目のヨーグルトサミットというのは今年の10月に帯玉であるんですが、ここにも守谷として出展したいと思っています。あとここに箇条書きで書いてありますが、来年度秋葉原で駅の構内もしくは改札口のあたりでイベントを打ちたいと思ってまして、今相談を始めています。でそこで出店すれば皆さん秋葉原を使うのが、守谷ってこういう街だったのかと気づくと思うんですね。なんとなく住みよさランキングでどれだけのどうなんだろうとかですね、思うかもしれないですが、そういうところに、いや実は守谷ってこういうものがあるんだよということを知ってもらいたいと思っています。あと今これもこれから相談始めるんですが、茨城マルシェとの連携を強化したいと思っています。このようなことを行いながらですね、次の展開も図っていきたいこのように思っているところでございます。3つ目の事業ですが、商品メニュー開発事業を行っています。先に言ったように守谷のものをですね、どこか買っていこうと思った時にほとんどないんですね。ヨーグルトは1枚で守谷スタイルさん売ってるんですが、要冷蔵なのでちょっと持ってきづらいよねとかあるので、少しもお土産持ってきやすいものを考えてまして、一つは、ほうれん草とか人参パスタをですね、開発もしています。
で最初生麺を開発したんですが、生麺もやっぱりどうしても冷蔵もしないといけないの で昨年度ですね、乾麺を開発しました。でこれまだ若干道半ば途中なんですが、今このような綺麗なほうれん草パスタができてます。でもやっぱりいろんなビーチ商品とかもあるので、少しでもこういった価値を高めるために、茨城大学と共同研究を契約をしました。でこのほうれん草の効能をうたっていきたいと思っています。このほうれん草パスタは一回ほうれん草を農家さんから我々が買ってですね、それを一回パウダーにします。パウダーにしてそれを今度麺に入り込んでるんですが、こういう栄養素とかって加工形態によって栄養素が変わっちゃうんですね。でほうれん草もともと持っているビタミンとか要素とかルチンとかさまざまな要素ありますが、そういったものが変化してしまう。いかにそれ変化しない加工をやっていくかとか、こういったことも含めて茨城大学と共同研究が始まりまして、いい成果が出ましたらこのラベルですね、茨城大学共同研究でね、こういうのが入ってます、要素が入ってますとかですね、こういう効能がありますとか、こういったことを少しでも言っていけるような商品を作っていきたいと思っています。あとですね、商品開発ヨーグルト関係でいきますと、これ書いてあるようなスムージーとかですね、朝一で、販売したりとか、あとヨーグルト入りのタルトも作っております。でこういう形でヨーグルトに関わる、お土産とかも作っているんですが、ヨーグルトタルトも今要冷凍しないと管理できないので、今他にもヨーグルト商品も今開発を始めているところでございます。であとは地域と連携した商品開発も行ってまして、最近 やめてしまったんですが、片緑さんには以前一応見していただいてですね、ほうれん草と人参が入ったパンを作ってもらっておりますね、知ってました。地元の、牛乳を使ったクリームパンとかですね、作ってもらってます。片緑さん実は12月で店辞めてしまったのでちょっとまた他のパン屋さんを今探しておりますが、以前地域と連携した商品開発をどんどんやっていこうと、あと大学サークルですね、さっき言ったような茨城大学農学部県立医療大学と連携した酪農道というサークルがあるんですが、それと連携した商品開発、あとは今グランプリという朝一のグランプリで出店商品との商品化とかですね、学校給食にも、昨年ですね一部使っていって、いただいております。あと商品メニュー開発しまして、こういったものを皆さんにより知ってもらうためにですね、キッチンカーも今ちょうど作っておりまして、3月ぐらいにキッチンカーができるようになります。結構特に B 級グルメとかって皆さん大体普及してるのってキッチンカーですね。例えばなんとか焼きそばとか、結構キッチンカーで普及してる B 級グルメってたくさんありますので、人生は皆さんにいろんな場面で食べてもらう、知ってもらうツールとしてキッチンカーをもっと多用しようと思ってます。あと次に今、考えてる、としまして、茨城大学の共同研究で牛すじ肉の高価格化をしたですね、新しい商品を作っていきたいと、こういうことも思っています。こちら藤井商店さんと連携しまして、新しい研究テーマを設定して、よりお肉をですね美味しく、そして高価格として食べてもらうためにはどうするといいかと、こういうようなことも考えているところでございます。あとはヨーグルトを利用した商品開発しまして、ちょっと今、多少難航してますが、ヨーグルトゼリーも開発も今進めております。あと機能性高いヨーグルトの研究開発、これどういうことかというと、皆さん R1 とか買ったりしますかね、明治乳業 R1、 私も家の冷蔵庫開けると R1 入ってるんですが、うちの子供とか患者さんがいると思うので R1 入ってるんですが、 R1 悔しいんですよね多分なのでできればその地元のヨーグルトでなんとかワンみたいなものを作りたいと思ってまして、まだこれ記録とかまであるので G50 っていう新しいものを今着目してまして、無動銀行と今水面下で話をします。来年度ですね、農研機構と、共同研究契約も進んで新しいヨーグルトの開発も進めていきたいと思っています。あとは、地元の農産、ですね、お土産とかで何か日本酒とかアルコールが入ったものをこういうお土産で買っていきたいと私も思うんですが、石岡とかね、トイレとかあったらそういう日本酒があるんですが、盛り合ってないよねと。なのでせっかくそばがあるんだからそば焼酎で作れないかと思ってまして、今そば焼酎の商品開発も来年度行う予定でいます。今調整中です。
できれば地産品を利用した商品の入賞もやっていきたいと思ってます。これはまだ計画だけなんですが、こういうような入賞もしていきたいねと思っているところでございます。ちょっと整理をしますとですね、今農水省自が一番の調子なんですが、農水省事業でグリーンツーリズム直販販促商品メニュー開発事業という一言で取り出しました。でさらに今地方創生事業ではこの3つを加速させるための事業を行っているところでございます。でさらに新しくもう一つの事業を今年度から始めています。都市近郊農業モデルの構築事業、今新規で書いておりますが、これがさっき言ったような茨城大学とか農研機構と連携して新しい農業モデルを作っていこうと。でこれを作っていく上で、どういうことをコンセプトにしようかと、考えたんですが、もともと茨城県って全国でいうと農業生産だからいきますと2位ですね。1位は北海道。北海道はもう面積が全然違うので、もういいです、置いといて。北海道を除くと、茨城県1位なんです。全国1位。もうそう思ってください。茨城県全国1位で、その東京から一番近いところにある守谷、玄関口。どうあるべきかと、いろいろ考えまして、で例えば、筑波だったらば、芝が多いんですね。芝の生産量日本一です。あと最近、ブルーベリーが日本一になってます。で筑波は土地が悪いんですよ。悪いからこそみんなに団結して芝の1位になろうぜ、ブルーベリー1位になろうぜって言って団結してそういうプラン作りしてるんですが、守谷は土地がないですね。土地ないんですよ、正直言って。次に守谷でどういうカラーでやっていくのかと考えまして、守谷ね、ってのはやっぱ一つは東京が一番近い、この地の利をまず使うべきだと。あとは、ちょっとこれ離れてますが、茨城大学の農学部がアミにあると。今連携協定も結びました。かつ今農研機構も、もう結構近いんですね。車でもう15分、20分ぐらいで行けるところに国の農業機関の研究機関もあると。こういった地の利を生かして最先端農業をここで実証を経験できる、そういった場所を作っていこうと。まあ、アグリアカデミアという言い方をしているんですが、こういうアグリアカデミアを守谷に作ってやろうと。まあ、こういった構想を持っています。で今、研修生もですね、今、募集かけておりまして、来年の前半から研修生も2人入る予定でいます。また、研修生だけではなくてですね、そういったことを一般の方も体験できるような、体験農業農園もやろうと。で、これも新しいモデルを中で考えておりますが、このようなことを考えているところです。今、一つは、アグリアカデミアの創設ですね。で、アグリアカデミアは具体的に何やるのかって話になるんですが、一つは新しい有機栽培方法を導入します。DSE 農法っていうのは、茨城大学が特許を持っている農法です。ブロフリオンっていうのは、東京の農業系の、ベジタリアンっていう会社なんですが、そこが持っている、農法なんですが、新しい、将来日本で普及するかもしれない、有機栽培方法ををすると。でもう一つはですね、スマート農業をしようと。スマート農業って言葉も難しいんですが、まあ、賢い農業でなんだろうと今なってくるんですが、もう今こういう時代ですので、まあ、今皆さんニュースとかで IoT とか AI とか、いろんな言葉が出てますが、まあ、そういう一つの方法としてドローンを使ってデータを取るとかですね、センサーネットワークを使ってデータを取るとか、まあ、こういうことが今スマート農業の一つのキーワードと言われています。一応私ドローン業界の人間でもありますし、ドローンの専門家でもありますので、こういったドローンとかセンサーネットワークを使った新しいスマート農業をここにあって実証実験していこうと思っています。で今そのドローンのイメージはまあこれ書いたんですが、ドローンの関に関しましてはドローンを使った、例えば肥料の散布とかですね、農薬の散布、今、例えば肥料にしろ農薬にしろそうなんですが、過度にいわゆる散布したわけですね。でも肥料とかもそんなにいらないですよ、農業で書かれてましたか分かんないですが、あの実は本当に農産物が絶対必要な量っていうのは、まあ、その地力だったりとかそのように変わってくるんですが、実は、今日本全体的には肥料を過多に与えすぎていて、逆に農作物の栄養素が落ちてます。戦時中までの日本の農産物の、栄養素と今の栄養素が低下してるんですね。それは実は肥料をあげすぎなんです。まあ、人間もそうですが、少し厳しい環境を与えた方がですね、実は育つんですね。育つと言いますから、いい人間が
するのに甘えすぎは良くないです。少し多少いじめた方がですね、人間も反応産物もいいんですが、そういういじめのところって非常に重要なんですが、実は日本は農業はどっちかといったら今費用を上げすぎの文化になってしまっていると。なので、そう含めて本当に適した量だったりとか、生産場方法として、まあ、ドローンとか生産ネットワークを使った新しい農業っていうのを作っていきたいというふうに思っています。で、あと茨城大学との連携でございますが、こちらですね、大学のワンデーキャンパスというのを11月の3日、4日だったかな、行ってます。でこれは新しい、守谷君も関係した戦略です。私が守谷に一つの不満があるとするならば、大学がない。大学がない。で私 PX で、通勤してますが、私いろんな業界の産業とかやってますが、このつくばエクスプレスは、沿線沿いというのは、今新しい日本のシリコンバレーになろうとしてるんですね。あまり知られてないかもしれないんですが、あの産業界だったりとか、研究機関、大学の関係者でも盛り上がっているんですが、あまり知られていないかもしれませんが、アメリカでいうシリコンバレーの長さが、ね、約、まあ、40、50キロぐらいなんですが、TX って大体やっぱそのぐらいなんですね。ほぼ同じぐらいの面積がちょうどこの秋葉原から筑波広がっていると。で、筑波は皆さんご存じの通り、筑波大学がありますね。で、鹿島には何がありますか？東大がありますね。東大あります。あと今、千葉大学の、今、園芸学部が来てますね。ここも今、植物工場、徹底的にやってます。日本の植物工場の最先端に昔はあります。でちょっと流山に行きますと、ちょっと一歩入るんですが、東京理科大があります。私の出身校であるんですが、東京理科大もあります。そして、北千住まで来て今、何がありますか？電気代がありますね。電気代があります。秋葉原って何かありますか？全国の大いろんな大学の実はサテライト事務所があるんですよ。実は秋葉原から筑波というのはそういう形で大学とかあと国の研究機関も含めて相当集まっています。でこれを生かしていきたいと思って私はいつもそういう活動を行っているんですが、実はさらに秋葉原のちょっと行くとですね、文教科って東大本郷キャンプスだと。なので、この地の利を生かしていきたいと思っているんですが、守谷だけ何にもないんですね。で、以前から守谷に大学を誘致すべきだと思ってまして、大学を誘致したいと思っていて、今ちょっとずつ、あまこで言うと怒られるかもしれないですが、茨城大学をなんとか、一機能とかを守谷に誘致したいと思っています。今このご時世、なかなか一つの学部とか、メインのキャンパスを持ってくるのは難しいですので、とりあえずサテライト的なセンター、事務所で構わないので、そこからスタートしたいと思っているんですが、そのきっかけとして、茨城大学はですね、今年初めて、通常、ワンデー、いわゆるキャンパスを紹介するので、大体自分のキャンパスがあるところであるんですよ。キャンパス紹介みたいな。それわざわざ守谷に来て、ワンデーキャンパスをやったので、これ初めての試みです。茨城大学初めての試みとして茨城大学以外のところでワンデーキャンパスやったら守谷が初めてです。で、この学長です。学長守谷が来ました。11月3日とか4日ですが、来まして、実はこういった講演会とかですね、茨城大学の先生、私も登壇しましたが、かつイベントだったんですね。これ、それ大きなきっかけです。ちょうど3日ぐらい前に茨城大学から差し合う、これちょっと改良しますけども、なので、とりあえず私たちとしては茨城大学と徹底的に連携をして、茨城大学のいろんなノウハウ、人材、若手、学生、こういったものが守谷に来るきっかけを作っていきたい、できればキャンパスも作ってきまして、中ではただ単に農業だけではなくてですね、守谷の抱えているいろんな課題、で、未熟の高齢化問題とかですね、いろんな問題があると思うんですが、こういったものの課題をぜひとも大学のテーマとして解決してほしいと。今はソーシャルビジネスっていう一つの大きなキーワードが出てきてますが、ソーシャルビジネス、今若い人たちが新しいビジネス、企業を立ち上げる一つのキーワードとして、ソーシャル
じゃあですね、課題をですね、いかに解決するかと、それが新しいビジネスにつながるんだと、そういったことを取り組まれています。そういった中で、大学、そして、若い事業家が集まるような、そんないわゆる、拠点にですね、盛り合わせしていければと、このような形で思っているところです。で、結局、じゃあ盛り上げって何なのって話になってくるんですが、地域内をつなぐ、都市と農村をつなぐ、住民参加型のまた課題解決型の新しいプラットフォームなのかなと思っています。でプラットフォームって言葉が結構最近世の中に使い出したのでなかなかイメージしにくいかと思うんですが、何か例えば、建造物があるとかそういう形ではなくてですね、これは結果的には、目には見えないんですが、活動であったりとかですね、こういう組織体だったりとかそういう形のプラットフォームとして住民が積極的に関わってもらう、入ってもらう、それによってまた課題も解決する、このような新しい、プラットフォームを作っていこうと、このような形で思っているところでございます。で、オリアブの目指す将来展望、何なのか、ちょっとご紹介したいと思うんですが、よくそのこういったことをやってると、最後伊藤さんはどうしたいんですかって言われるんです。わかりません。そんな難しいテーマ、すぐに答えられないんですが、いつも走りながら私は考えているんですが、ないと、もちろん私の中でその時々のイメージは持っているんですが、今この場で、5年後をゴールします、目標しますというのはなかなか言いづらくてですね、というのはいつも変わってきます。これ会社もそうだと思うんですが、会社も中長期ビジョンってどんどん変えますよね。で私も常に頭の中ではイメージを変えていっているんですが、今現時点で私が持っている認識の話をしますと、農業というのは一つは福祉との連携が非常に強いと。例えば、高齢者の方、例えば、会社勤め終わってですね、すごい時間がある方とかいらっしゃると思うんですが、そういう方々のいわゆる余暇時間にまず使ってもらうとかですね、あとはさまざまな福祉センターとか、そういったいわゆる活動とかにも使っていただきたい。あとはですね、例えば筑波なんかそうなんですが、障害者の雇用として農業というのは非常にいいですね。障害者というと大変失礼かもしれませんけども、場合によっては彼らの方が特化して農業に、できる能力を持っている場合もございます。例えば収穫とかですね、収穫したものの選別だとか、場合によっては彼らは特殊な能力を持っているのでございますので、そういったような障害者の雇用、こういったこともあり得るかなと思っています。つくば市の市長をご存知ですかね。最近新しい市長を誕生しました。37歳、五十嵐達夫と言いますが、彼ももともと農業系の方です。彼ももともとですね、障害者の雇用をして、農業生産法人、ご機嫌ファームっていうのを運営したんですが、障害者を60人ぐらい雇用してますね。が今、つくば市の市長になっています。NS 農業というのは、この福祉との距離が近いと言われていますので、こういったところの連携がまず一つかなと思っています。その2としまして、皆さんには朝市だけでは限界があるので、大型直売所みたいなのをやはり作りたいなと思っています。具体的な場所はあるんですが、ちょっと、ここでは、なしですが、具体的に場所の方を想定しているところがあってですね、あとは、お金と事業モデルと体制とクソ課題もあるんですが、課題ばかりではしょうがないですが、夢としては大型直売所を本屋に作りたい、道の駅みたいなものをですね、作りたいと思っています。その3、農業の新たなモデルを構築したいと、先ほど新しい形としてアグリアカデミアという話をしましたが、あと一番最初に話をしていますが、土地、人、物、ノウハウ、これを連携して新しい農業モデルを作っていかないとですね、日本そのものの農業の次の姿はなかなか難しいんじゃないかなと思っています。ですので、この森をきっかけにですね、新しい農業のモデルというのを少しでも構築できればと思っているところでございます。で最後になんですが、私今考えているいろんなことっていうのは、一つはですね、人づくりを意識しています。例えば、そばの町、スイーツの町という話をしておりますが、例えば、そばの町にしてもです、ね、
例えばお蕎麦さんが多いってだけでやったとちょっと弱いんですね。やはり地域での課題である有給農地に対して、実際、まあ、日立焼きそばを栽培していると30ヘクタール近く今作っておりますが、そういう地域の課題に対して実際にそばを作っていると、でそこに有名店が実際集まっていると、今21店舗守屋にはそば屋さんがあります。その中で常時今日立焼きそば守屋さんのものを使っているのは、まあ、今2つだけです。1箇所は日立屋さんというそば屋さん、もう1つは、赤吉のすぐ手前の方にある武装庵さん、この2箇所は地元完全に地元の日立焼きそばを使っています。で今、地元の日立焼きそばを使おうと今、検討してくれているのが、ジョイフの女の横の、海の木じゃなくて茅野木さんとあと翡翠さんが今検討してくれてまして、私の方からも今日立焼きそばをご提供したりとか持っていったりとかしてるんですが、有名店ももちろん重要ではあるんですが、やっぱり地元の日立焼きそばを使っていると、まあ、そういった流れも必要だと思ってまして、そのいわゆること作り課題を解決しながら地域を活性化していく、さっきのヨーグルトもそうですね、大屋島さんという一つの組合さんがあると、ここの、作ってるヨーグルト、肉牛をいかに生かしながら地域を作っていくかと、そこでスイーツ店を応援する、精肉屋さんを応援するしていきながら地域の顔を作っていく、こういったこと作りを、いかに作っていくかということを事情を指示したいなと思っています。せっかく森はですね、これ都心から近いところですね、こういったきっかけを、からですね、ですね、いろんな変革といいますか、をすることで執行を行ってきたと思っています。これどういったことかというと、地方創生とも絡んでくるんですが、私もだいぶいろんな方と地方創生であったりとかですね、将来日本に必要なものは何なのかという議論をするんですが、地方創生で一番抜けていること難しいのは人材なんですね。人材しょうがないけど、霞が関の人材は優秀です。めちゃくちゃ優秀正直言って、で彼らの本当に優秀な人材がちょっと地方に行くだけで大きく変わってきます。実際にそういう事例がいっぱいあります。とある北海道の小さな村に、例えば霞ヶ関の役員が副市長で来ました。もう 1,2 年間で変わります。そういう地域はたくさん誕生します。本当に地域でやろうと思った人間、能力な人間が誕生すると、地域は本当に 2,3 年で変わるんですね。そういう事例ができています。でそういったことをやっぱり森山もやっていかないといけないんだと思うんですね。で私も今県庁の職員とかいろんな人間喋ってきてるんですが、やっぱりいかに地域に人材を持ってくるか、また育てるかと、こういったことを必要かと思ってまして、一番最初にもご説明しましたが、津波茨城もそうなんですが、そのいわゆる、まあ、若手の県人会を通じてきながら、少しでも地域にそういった人材を支えていくと、またそういったきっかけを作っていきたいと思ってまして、私はむしろそういうきっかけをやっていく形かなと思ってます。私が何かを、やるというかは、どちらかというと次の世代、30代、40代の方々を育てていってですね、次のアポリアを作っていくと、こういったきっかけ作りをしていかなきゃいけないのかなと、そういった中でちょっと地元に私も汗をかいてですね、きっかけ作りができればなと思っているところでございます。一応ほぼ予定していた、11時45分にありますので、私からの講演は以上とさせていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。本当に素晴らしい活動の紹介でしたですね、頼もしく聞かせていただきました。それではですね、これから、12時まで質問を受け付けます。どなたか質問のある方、はい、よろしくお願いします。私、農林産業の古谷と申します。この前、1週間前に、ね、隣の大賀島神社で昔から伝わるオフィシャーというのをです、ね、いつも参加してるんですけど、その時、懇親会になった時に私の前に酒を継ぎに来た若者が一人なんです。で、私、名刺を渡してね、第14代木材の石塚幸太郎という名刺です、ね、よく話を聞いたらば30歳でやる気のある若者で、これから農業をやっていきたいという。で、どうしたらいいんでしょうっていう相談なんですけど、
をうちの近くで伊藤さんとか住んであの農業をやってる方がおりますから、そういう方と相談したらっていうことで一応進めました。とってもやる気のあるファイトのある若者で、一度ご指導になってお会いしていただきたいと思います。お願いします。はい、先生、よろしくお願いいたします。はい、他、ご質問ある方。はい、さっき、ケアミカイしてらっしゃると申します。で、まあ、ちょっといろいろ事前に調べて、あ、ワンデーキャンパスも、すみません、あ、すみません、ありがとうございました。ちょっと、やっぱり、守谷市の、農業人口が結構、非常に少ないので、なかなか大きな経営ができないと思うんですけども、例えば上層広域ぐらいの括りでこう考えるというようなことができないかっていうのと、あとはまあ、カシミストアさんとかが本社が茨城にありますんで、まあ、ジョイフル本田さんもジャパンミントで、ジョイフル本田さんも茨城にあるというようなことで、そういった大型 のスーパーなんかとの連携とか、ちょびっとブースをこう借りるみたいな取り組みとかできないかなと。ね、まあちょっと、まあ、本当はその農業委員会かなんかに投げればいい話なんですけど、ちょっとその点先生はどのようにお考えになっているかっていう、はい、はい、そうですね、まさにそのあたりが今の課題でもあるんですが、今そういったところを蓮見さんとかですね、そもそも連携できていないんですね。やっぱできればなんとかコーナーみたいなのを作れればいいなと思ってまして、一つはそういった大型な、いわゆる、スワさんとの連携、あと今もう一つ考えているのが、サービスエリア、サービスエリアの連携をもっと図らないかなと思ってまして、関係者の若干打ち合わせを始めてはいるんですが、できれば森屋なんとかコーナーみたいなちゃんと作ってですねしたいなと思ってまして、そこのチャンネルはぜひとも作っていきたいとも思ってます。あと例えば地域のコンビニも今、昔と比べて自由度が高くなってまして、コンビニが地元の例えば野菜とかですね、地域の産物とかを販売できるようになってきてますので、それとも連携もですね、今していきたいなと思っているところでございます。ありがとうございました。はい。何でも結構ですよね。こんなアイデアあるとかですね。私は水木のなんですけども、先ほどのご紹介にあった守谷郡の朝市が時々開かれてるんですけど、正直言って寂しいんですよね。あんまり人が集まってないし、売ってる方も大変だなとは思うんですけども、でもたまに行った方聞くと、あそこだって高いし、うまくもないしねっていう人もいるんですよ、正直なところ。で、他のところがどうなのかなっていうのはよくわからないんですけど、その辺どういうふうに考えられているか、お伺いしたいです。そうですね、水木の方はですね、いろいろと話を聞いておりまして、一つは野菜が高いってよく言われます。野菜が高い、で、実は野菜はですね、西辻屋さんという方が出店されているんですが、有機野菜を出しているんですね。なのでスーパーと比べると正直言って2倍ぐらい高いと思います。2倍か倍と3倍高いかもしれません。で、ちょっと水機能の住民ができれば、僕はそこは許容していただけないかなと思ってまして、そういった観点もあってですね、まあ、西田さんに協力してもらってるんですが、ちょっと高いと言われてますので、それはちょっと課題かなと思ってます。で、もう一つは多分レストランのことだと思うんですが、毎月実はレストラン変わるんですね。水機能の集会所を使ってるんですが、で、水機能はさっき言ってスーパーもないんですが、レストラン、飲食店はほとんどないんですね。ちょっと黒潮湖でラーメン屋があったりしてもしれないですが、なので飲食店がないの でうちの親父もそうなんですが、だいたいコンビニ弁当買ってきたりとか、あと1週間分のスーパーで食材買って帰るので、やっぱり外食をしたいわけですよ。外食できる場所ほとんど水着はないの で今集会所で外食ができる形でレストランを毎月やってるんですが、でレストランいろんなところを呼んできてます毎月で。多少あれも努力はしてるんですが、基本的には、今のところ大体出ると50食ぐらい大体出るんですけども、
一応地元のものを使うってことを前提にしたりとかしてるのと、当社も一品に絞ったりとかですね、あとはもちろん月によっていろんなお店ありますので、多少こう美味しくないよねとかあるかもしれないけども、ちょっと今そのあたりはですね、まあ、あれも努力していかないといけないかもしれないですが、町内会ともですね、連携しながら、どういう形で次の形を作っていくのかと。これも今、悩みどころなんですが、やっぱりお店も売り上げが上がらないという意味がないので、で人も集まらないといけない、売り上げが上がらないといけない、この2つのところは追っていかないといけないので、多分これは店舗を増やすとか、食材の種類を増やさないといけないかなと思っています。例えば、普段皆さん困るものって、例えば牛乳買いたい、卵買いたい、肉買いたい、魚買いたいと、そうだったらスーパー行けば一度で買えるはずなんですが、それが水上ではできないですので、できればそういったものを一個一個解決したいなとは思っております。今いくつかのところにはご相談をしているんですが、魚屋さんとかですね、質問してるんですが、できれば少しでも魅力的な朝市にしたいなと思ってますので、逆に言うとご意見いただければと思いますので、そこはぜひともご協力いただければと思っております。よろしいですか。はい、ありがとうございます。すいません、あんまりこのことを言うしかないので、今日話をお聞きして、いろんなことされてるんだなと思ってるんですけど、少し私が感じたのは、相場的にいろんなものに手を出しすぎている感じがしていて、一箇所でボンと、例えば今そこに画面に出ているような大型直売所の新設とするんであれば、なんか先ほどの話の中でですね、農協は一切こう関連してこないんですね。やはりその農業という話になるとですね、なぜ農協がその出てこない、まあ、例えば大屋島の酪農の方が出てきているのに、そういうものをうまく活用したらいいんじゃないかとかですね、して一つ大型直売所を立ち上げるだけでですね、だいぶ違うということでした。で実際我々、私なんかは農協、南茨城の農協でやっている、筑波未来の直売所とか鳥出の直売所とかたまにちょっと取るんですけど、行くようにしてるんですね。そうすると結構いろんなものが雪野菜も含めてですけど、販売されているので、活用させていただいています。ですから、何か一つの目玉になるものをドカッと上げてしまった方が、そこから発生的にいろんなものが出てくるんですけど、聞いている限りは、あれもしたい、これもしたいみたいな話を超えちゃってですね、何かポイントがよく分からなかったというのが感想です。その辺はいかがでしょうかということですね。まあ、農協なんかを活用なぜしないのかなという感じになります。そうですね、農協ですね、実は連携したいと思ってます。実は連携して思ってまして、実は少しずつ順番にやってるところなんですが、さっき言ったように、大屋島開拓農業組合さんはある意味で、農協とは別の組織体を作っている組合さんと連携をしてるんですが、実はこれで行くならば、茨城南農協さんがあるわけですが、うちの上沢川の英石も元理事長なので、実はお付き合いないわけじゃないんですが、今のところ直売所の話もたまにはですね、ちょっと直接ではないんですが、他からしてはいるんですが、農協さんからすると、森谷にはサービス世代に直売所があるよねと、そういう認識であるので、新しい直売を農協さんが積極的に自ら作ることは考えていませんと、というような話はちょっと聞いています。まあ、しかしながらも、実はニーズはあるよなと思ってまして、おそらく森谷で作ると、半径、車で、そうですね、1時間近くぐらいの証券ができるかなと思っているので、場合によっては筑波から来ると、筑波にも大きな直売所ないんですね。で、そこそこできるなと、あとはちょうどインターも近いですので、そう考えると、場所的には非常にうまくやれば成功するかと思っています。一つ、やっぱ大きなおっしゃったようなのが必要かなと思ってまして、おそらくこの大型直売所でできるんだれば、一つの起爆剤になるのかなと思っています。なのでここは一つの大きいと思ってますし、今例えば農業委員会と実は連携しているんですが、さっきの日立焼そばを作っている方は農業委員会の委員長なんでね、ちょっと今弱いのは今言ったような農協さんの連携も一番弱いので、まあ、そこをどうするかと、あとは地元にたくさんの農家さんもいらっしゃいますので、そういう農家さんの連携するのを考えると、農協さんとどう連携するかというのが次のキーワードだなと思っています。あとはいろんなことに手を出してないかと、まさに私もいろいろ言われるんですが、多少ですね、私も、短期間勝負しているところもあるんですが、いろんなブランディングをやっていく上で、実は広報活動も必要だし、あとは消耗するようになってくると、今いろんなことに手を出してはいるんですが、
多少にしては選択も場合によっては必要かなと思っています。あと問題はやっぱそのこれだけのことをやってるからず体制がまだ全然脆弱なんです私もこれで本業してるわけじゃないので他の本業を持ってて片手間でやってると。なのでいろいろ体制を少しずつ強化はしているもののまだまだ不十分だとそこは得られないところもございますので、人材とあと実際活動をどう中でセレクトするのかというのは多少これからした選択だったりとか、本当に力を入れるところ少し手を抜くところやっていかないといけないかなとは思っています。はい、ありがとうございます。本庁の名護と申します。私大好きなのこのいちご狩りなんですけれど2月25日には行かれませんのでこれ完熟タイミングってなってますけれど個人で時々行ってるんですが、で行った時にもう亡くなってたっていうことがよくあるんですね、はい、いつごろどっからいつごろまで、やってる時期っていうのは最盛期とかいうかそういう、時期はいつ頃なんですか。2月25日前後からですね、いちご狩りの体験はですね確か京都か下からがスタートですね。いちご狩りの実際にサンモリアさんは2つ事業やってるんですが、1つは直売所事業と、もう1つはいちご狩り体験と2つやってるんですが、直売所としては実は12月から売ってます。売ってるのはですね、12月から販売しまして、これ大体5月ぐらいまで売ってます。いちご狩りに関しては、今週末からですね、今日か明日からスタートです。でこれが4月ぐらいまで行ってまして、でこれが結構人気があるので、例えば営業直売所は朝の10時半から夕方の5時までやってるんですが、いちご狩りは大体午前中に閉めちゃうんですね。もう朝10時半とか、いちご狩りスタートする10時半に行くともう大行列ですね。多分行ってる方はご存じだと思うんですが、10時半に行くと大行列で、12時ぐらいに行くともう今日はおしまいだと言われて行ってなかったりするんですが、なので実はあんまり言うと朝一に人が集まっちゃうんですね。なのでいちご狩りをされた方は極力朝早い時間帯に行ってもらいたいと。なので昼過ぎに行ってもおそらくもう今日はおしまいですと。いちご狩りできる場所ってもうエリアを決めてるので、そうすると人順番に出ていって、もうそれで飽和しちゃうといちご狩りにされても取るいちごないとするじゃないですか。なのでもう1日でいちご狩り入れる人って選んでると決めちゃってるんですよ。なので遅い時間に行っても入れないんですので、できればいちご狩り、土曜と日曜しかやってないんですが、10時半から行ってますので、あんまり昼と10時半に集まっちゃうんですが、ね、昼以降行くと多分おそらく入れないので、昼前には行っていただければどうかなと。で我々の方は、ツアーでやるときっていうのは必ずもう事前に予約してあるので、場所確保してるんです。なので、必ず参加できるというケースね。その時間が過ぎたらもうなくなってるっていう、前一度そういう時あったんですけれど、なるべくじゃあ早くに、いちご狩りじゃなくて買いに行くか。買いに行くですか。はい、買いに行くのは、そうです。それもやっぱりその、売れていってしまうとなくなるので、割と夕方に行ってもない時があるかもしれない。ないです。ない時もありますね、実際。そうなんかない時あります。はい、シーズンはどうしても皆さん集中するので。これは予約とかそういうのは受け付けないですか？ちょっと予約はちょっとわからないんですが、はい、注文とかは受けてますんで、注文は、はい。予約、確かに言う注文は分かんないですが、じゃあ電話で注文とかできると思いますけどね、ちょっと私正確には把握しないのもありますが、はい、基本的にはいろんな契約して注文販売とかもやってますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ時間ですので、もう一度方だけ、もしどうしても方がいらっしゃいましたらよろしいですかね。じゃあありがとうございます。伊藤明彦先生、どうもありがとうございます。感謝の意味を込めて。